回転車のどこでも、今日はね、荒川の方に来てます。できないね、スマホからできなくなっちゃうって、ローカルでしょ、ローカルして今日ソロストーブ持ってった。今日ソロストーブさあさあさあ、今日最近使ってるキャプテンスタックのおしゃれな木製テープ。してちょっと水洗いしてくるね。水洗いして、ちょっと水洗いしてくる。どうも、
たかな。そうだよね。さあ、そのストーブ。パックをほぐきとして、これで火が入ればね。で、釜板と割り箸とか、使い広げる割り箸。で、蒸留パックをほぐきとして火が回るかどうか。テクニックもあると思うんで、ソロストーブいいよねこれね。でこれ注射器ちょっと半分タックルに入れて、これ入れる。まずお湯沸かし。今日はねじゃがいも精油で買ってきた。精油。今日買ってきた精油の惣菜売り場のスープカツ。スープカツにザンジ鶏の唐揚げ。雪組のトリオ3種類のトリオを使っている。山芋にこの皮も絶対に切ったの、切っているような。あと、カツオのだけ、そうじゃないやつ。あと焼肉やろうと思って、今日アメリカ産牛肉バラ焼肉用。ジャガイモと一緒で重要的に串刺しをこれを入れようと思って、まずジャガイモの皮むきとやるのか。ジャガイモの皮むき、おチーズ入ってきたね、いい感じ。ジャガイモの皮むきから、あー、これジャガイモ。皮を適当に切って、こっちの専用尺の方で、でかい方で煮ます。難しい。ラミックだよ、もう切りにくいな、細いけど。ラミックも、だってラミックもない、やめよう。普通の右ナイフというか、こっちの方が歯がでかいから、もう切れずに。大門向きか、下手くそだから大門向き。あ、ちょっと出てね。かわいもの顔向き。釜板に今入ってくるんで、多分切れることないと思うんだ。牛乳パックだけだとすぐなくなっちゃうけどね。皮をこの板が多分火が入る。自分もそう思います。あまりも皮むいたら別に洗わなくてもいいからね。すいません、楽なんだよね。皮野菜はさ。やっぱりスーパーで僕一番気に入ってる声優は見ないけどな、声優はね。ちょっとまな板忘れちゃったから、まな板忘れちゃったから、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。
シュートを入れます。シュート2本目の大丈夫でしょ。大丈夫まだこれ釜板があるから大丈夫。デコボコしてからね、難しいよね。ニンジンとか比べたら。まあ、結構なんで、大病に来て。天皇の料理場のポニングみたいにうまくいかないな、プーじゃねえからな。うまいやな、天皇の料理場ね、ナイフでさ、ジャガイモの皮を剥いてさ、ほんとジャガイモって言うと、あの、天皇の料理場のポニングを剥いてさ、こう、天皇のポニングで、ジャガイモの醤油からだもんね、あれね。ああ、見て、ちょっと大きな、皮を剥いて、適当に切って、ちょっと待って、やばいから。
これで金酒のように。これで金酒はね、今日行きましたよ。渡る世間は、いいかもしれない。これを、ここで行くかな。ここはいいかもしれない。全然、ちょっと見えてしまいましたね。塩大丈夫？ただちょっと白ボールを天然種だからね。木があると思えるよな。今日もう使わないかもしれないね。こんな感じです。今日どうも。今日こんな感じで。まあ刺身行こうか。刺身をカツオのたたき。1回ぐらい赤羽初めて有料になって今回こそ。
そのたき食べながら。ストーブで扱っていた。ソロストーブです。今日はソロストーブで、まあ、洗い方なのかなので、ソロストーブ沸いたんで、こっちは下ろしていいや。下ろして、長芋ときのこのソルトスパイスに。
ばいね、ガソリンは安くていいわって感じ。ストーブで噛んだけど、仕事も見えましたね。燃料乾いたね、乾いたと書きますと金属が乾いた、皮もこねたのかね、乾いた。これでスパイスでありつけね。仕出し弁当、職場のさ、お昼の職場の仕出し弁当の割り箸もう控えて取っといた。そうしたら結構燃料代安く。見えるかどうか。雨だ。雨来ちゃった。ああ、来たね、雨ね。雨来ちゃったね。点で返してます。これでこんぐらい入れてお湯の中、
れで食べれる全部そういう場合もそうだから揚げだ。これが日電車です。あ、汁の差じゃないか、汁の差有料でもね、遊びに来たいうね、そこに声優があるから、声優で買い物したかったの、今日は。遊びのいいところ、声優があるんだよね。都心で一番近い声優ってのは、遊びに行って、西武線の方あるから、でも、こっち側、東側で一番都心に近いかもしれない、遊びに行って。西武線の方は声優多いんだよね。
ちょっとね、今日見えてる見えてる。キノコじゃがいも。十字にも入れちゃおうか。十字にもかけてこんな感じ。こんな感じ。十字にも入れよう。30分ぐらいに動くんだって。十字に串刺し10分で500円ほどか。200グラム。燃料をさ、追加した当初はね、ちょっと吹いた方がいいね。当初はね。じゃがいもと筋の刺したやつと口の蓋で蓋して牛乳パックです。もう揚げ場所なくなったんで牛乳パック
まいね。ちょっと明日の方のところが入ったようなしばらく無理して神崎の方神崎駐車場ですね。ソロストーブで買うだけですね。以上は牛乳パーク。エコロジーはね、燃料牛乳パックだからさ、ゴミになるはずのものを燃料にしてます。燃料はさ、これあれ印刷ってあるもん、これね、これがさ、印刷のインクがこれ結構燃えるんだよね、やっぱ石油石油だからね、被害者ね、こういうやつね、印刷したらこれが結構燃えるんですよね。これはね、バーゴンの、この規模はね、バーゴンのやつ、高いやつね、これ。今さ、ほんと何百円かで言ってる、中華製のやつじゃないよ。バーゴンの採用税するやつ。
めて。あと1回分ぐらいまだありますね。いいね、その布団ね。めんどくさいけどさ、でもその面倒なのがいいんだよね。でもめんどくさかったも、面倒なのが嫌だったら青空をやっちゃいけないよね。その人もさ、燃焼室が小さいからさ、症状の燃料でもさ、見た気ができていいんだよね。でかいのはでかいのでいいんだけどさ、でかいのさ、やっぱり大元の燃料室を使うんだよね、でかい滝みたいなと思ってさ。小さいとそれなりのもんできたらさ。でかいさ、ストーブとかさ、滝みたいはさ、あれはあれでいいんだけどさ、まあ、それなりの燃料を食うから。ビール君もそうとかそのストーブとかもともと小さいものはさ全体の大元の燃料少量でいいからそれが結構いいんだよね。大元でね、燃焼費とかでかいと絶対かかったね、燃料代ね。
ね、女の子がね、可愛い。ああ、炎はあったけど、いいね。Thank you.
しいね。あったかいね、やっぱり。こっちはソロストームダーザーで、トレックです。トレック900センチのコンポです。あー、グズグズいっていったじゃん。じゃあ、串ジュース行くのに、あ、まずすげえいい感じ。最近も YouTube で気になるのは、あの子青木カノンって女の子可愛いなと思ってる。青木カノンって女の子、元男の子って言ってる。あ、いいな、あ、可愛いよね、よく見てるな。青木カノンって女の子、またまだ20代だと思うんだけどね、可愛いな。女の子っていうのかな、元男の子の今女の子っていうやつね。結構見てる、あの子可愛いなと思って。
っぱいあったら印刷したのかさ、これがちょっと嫌な独特の煙なんだよね、このインフラだ。さあ、すまん、これ牛すぎの方が、煮込みの方がちょっとおろします。よし、そして再び扱います。最後ね、多分これ最後だと思う。多分これで最後かもしれない。まあ昼食でも大丈夫だ、これ。ほんと最後だった。最後の感覚で。よし。よかった、残んない。バラカルビ焼肉を食べてもらいます。生ニンニクと醤油で。
じゃあお肉行こうか。アメリカのルイク豚のカルビ焼肉よ。まあ、あもう、だいぶちょっと頭だと思うんだもんね。それはね、刻みニンニクと醤油ね。SB はこれ刻みにいかんだろ。
Thank you.
ハハハハ。